カモンライオン。いくよみんな、ま。名前はシードにしました。シード。あの前のゲームを馬の名前これにしてんで。うんうんうん。あの馬の名前っていうか騎乗ペットイコールこれにしようかなと思って。うんうんうん。シード。S E E D ですか？あ、まあそんな感じ。特にガンダムシードとかソードアートオンラインのあのシードのだけ？うん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 。あの意識わけじゃない。あの種だったっけ？そうそうです。あれを別決して意識してるわけじゃないですよ。オッケーオッケー。貿易やりました？パーデルさんは。俺やってないですよ。なかなかね、あの大変ですよ。なんかロバがあった方がいいとか聞いたことある。そうロバとかなんかね、トラクター。そういえばなんか、最後の方は海渡らなあかんとかありますよ。そう海ちょっと上町、あの船は船あー、アランズっていうサーバーの方でもう終わりましたよ。なん、こっちやらんと G サーバー。いや、G サーバーやらんと。アランズはなんかあの、うん、いつもあの、ログイン数少ないんかな、うんうん、快適状態なんですよ、いつでも。人がいないってこと？多分そうですね。かそってるやんそれ。いやでもなんか貿易って確か相場みたいのがあって、うん、それの流れかなんかがあるんで、それは結構いいんじゃないですか、掴みやすくて。うんうん、海渡る渡る、うん、ポクテさん海渡る。ちょっと海渡り船で行こうとしたらクラゲがちょっと。え、もしかしてポクテさんもう船持ってるとか？船持ってる説ある？まさかの？トラクターは見たけどさ。ハープン高速船の書本。あ、ハープンか。ああるってことこれだよね。うん、マジですか。来たよ、ちょっと船乗れるよ早速。うわーい。あの俺溺れてた記憶しかないんですけど。初心者の頃。初めて1日目の頃はあの溺れてた記憶しかないですよね、うん、泳いで渡ってたか溺れてるかどっちかで。誰だ今の。めっちゃ見てる、めっちゃ見てる。止まって。あ、ここよいしょ。うわ、トラクター。え、これもらえるってことですか。ちょっとね。やったね。いや、それはないっしょ。やったね。そういえばなんか俺はあの、うんうん、何やったっけな、めっちゃ親切なクロートさんがおって、その人になんか全部買ってもらいましたよ。なんてめっちゃいいな。だからもうなんかレベル22やのに高速艇持ってますみたいな。おんぶに抱っこ。まさかまさかそんな。くれよ。え、お。くれ。あれもうランスですしね。うん、確かあれも船。え、ポケデさんお金大丈夫？全然問題ない。えって13金あるよ。あ、俺金 5枚しかないんですよ。218。 218。それはすげえ。誰だよカルボ村長って。やんのか。え、ちょ誰だよカルボ村長。おい、エテなめんなよ。エテをなめんなよ。貿易の作業。あー、なんかしれっとトラクター乗ってしれっとどっか行くんだ。え、何やったんですか。決闘申し込まれたんですか。そうだよ。決闘、いや別に指名手配されてないですよね。あー、それとあれは違うか。 PVP と、うんうんうん、あの PK とは。今のはもう純粋な決闘ですね。あれ、セントさんこれどうしたらいいですか。これ画面、あの取引のところ押せないですよ。なんかお金でダメですか。なんか鍵のとこをねクリックしたらいいの。あー、はい、うん、あ、じゃあありがたくいただきます。ありがとうございます。あー、取引こういうのなんだ、うん、誤作動防止のためにやってるのか。うん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 。お、あ、消えた。あ、え、今回復のなんかしてくれてたんかな。かな。オッケーオッケー。で、雑貨商人からなんだったっけ、
あの品質保証書みたいなの買わなきゃいけないの。雑貨屋さん、雑貨屋さんどこだろう。品質保証書。ここっすね。雑貨、あ、ここ後ろにだ。そうそう、特産品品質保証書。これ1個買わなきゃいけない。あー、これですか。うん。オッケー。大丈夫でしょ。で、ポクテさんから、もらった材料と、はい。さっきの品質保証書を、このスロットマシンみたいなやつに、こう押して、あ、この特産品ガランドル平原の酒。ああ、ありません。1って出てるやつを、製作。製作。じゃあね、こう。もう得て貿易のプロなんで。うん、ちょ。効率の悪さと出遅れの天才の俺にそんな。そんな。手遅れの天才って。これで、背負えた。あれが似合う男ですね、俺ら。背中を打って向けると、ほら、もう樽が似合う男ですよ。ただのヘンテコ3人組だ、これも。戦闘になったら勝てる気がしないっていうね。え、ポクテさんはどうすんの？トラクター？歩く？一人だけホワイトベースに乗って歩いていくのであって、こっちはモビルスーツで歩いていってくださいみたいな感じのレベルがある。何したの今？トラクターか。あ、乗ってる。樽が乗ってる。え、エテさんこっちでしょ乗るの？ここでしょエテさん。前。エテさんここ特装席じゃないですか。あれこれ前乗れないよ。あれ何これ貫通してるんだけど。ポクテさん貫通してるなんか。え？貫通？うん。なんか、ほら。あ、ほんとだ。乗れない。乗れない。あれ、パーティー組んでるからとかそういうのかな？わからないですけど。まあ、とりあえず荷物乗っけて、馬で行きましょう。うん。あ。あ、いいな、そこ。最強なとこ乗った。あ、こっから乗れば行けるかな。あ、ちょっ。ならば、グライダーで乗ってやるぜ。ほら。さすが。乗れたで？完璧なとこ乗ったで。あとちょっと座っとこう。置けなくなった。ちょっともう完全にタルト貸しとくわ、ちょっと。タルト。じゃあ俺、ちょっと鼻坂じじいになって花びら咲かせるわ。乗れる？タル乗っけたよ。タル置いたよ。馬で行きますよ、馬で。じゃあ俺ちょっとおじひをしながら、ちょっとこう、ごめんってよ。取って、紙鉢は馬でね。じゃあ、エテさんこれモーションでじゃんけんします？グーチョキパワーがあるんで。あるよね。やってみます？あるよね。ちょっと待って、スキルから、エモーションで、こうして。ちなみに俺はクリックでいきますよ、全部。なんで？もう用意してんの？スキルの一覧からもう出してますよ。グーチョキパワーがあるんで。オッケー、いくよ。最初はグー、あ、パイ、ずれるな、これ。あ、ちょっと待って、いける、絶対いける。やつじゃんけん、もうちょですよ。オッケー、じゃんけんポンでいこうね。じゃんけんポンでいきます。せーの、じゃんけんポン。パー。アイコでしょ。アイコでしょ。アイコでしょ。あ、チョキ。アイコでしょ。じゃあなんだちょっと。じゃあなんだ。俺の口見えてるんじゃないですか。見えてねえよ。アイコでしょ。あ、新しいなっちゃった。オッケー、行きましょう。アイコでしょ。グー。はい、来た。なんか意外と続きましたね、これ。アイコ。さっきのエテのタルも持つってことで。大丈夫ですか？なんかエテさんビクビクしてましたね、一瞬。危なかった、今映す。ビクビクですよ、それ。危ない。あの純粋に突撃ーってやるんですよ。突撃ーって。突撃ーってやって、ちょうどいいポジションですよ、これ。怖いわ。エテのタル持ってるのは実質私よ。確かに。確かに。ここは感謝、俺の見せ事持たれてるからね。ぶつかるぞー。何ですか、このオブジェクト。すごいね、エモーション何？もうスキルウィンドウ開いてるの、今。スキルウィンドウでエモーション一個一個クリックしますよ。全部のエモーションをこのキーボードの割り当てに振ってんのかと思ったよ。いや、これはやんないですよ。基本戦闘スキルくらいしか入れないんで。あ、そうそう、これスキルのさ、この位置って、ま、移動できるの知ってました？あ、できるんですか。なんか、エテ移動、上に持ってきましたもん。あ、俺、基本、キーボードも俺しか使ってないんで、あんま俺、使わないですよ。やっぱ違うね、やっぱり。別ゲーの MMO でも、全部キーボードでやってたんで。違うわ。F1 から F10 とかも使えれば、それに振って、あと、普通にその F キーの下のある、1から0のあのキーにも振ってみようかなと思ってるんですけど、設定面倒くさいんでやんないです。あれ、積むんですもん。だってまずさ、アルトと1とか押せます？いや、押せないんだよ、俺。押せないっすよね、これ。基本使わないっすよ、俺。
それだったら手動であのスキルウィンドウのあれ開いて、で右クリックしますよ。なるほど。あとは必要最低限のスキルだけを使うかなんかで、あと補助程度に必要かなーって時はアルトキーで、アルトキーっていうか、まあ、あのアルトキーのところにクリックをして使って、そういう感じの使い方しかしないですよ。でもあれっすよ、アルトはもう某戦車ゲームでやっちゃったんで、ワールドオブタンク、そうですね、あれ詳細モードとか、そう、神町ワールドオブタンクの実況やってますので、やってます。マジっす。ガモンもやってるよ。ガモン勢多いかな。そう、みんなガモン勢だから。ジャビシャビだよ、シャビですよ、俺は。神町どっちからだったっけ、最初。最初はシャングリラーの連邦です。あどっちの方が早いし、おかじさんわざとやろ。すごいな、あの乗り換えが最近流行ってるんだな、これすごいな。めっちゃうまい、金魚、金魚すくみたい。わざと違うって。これこっちでいいの、合ってる。合ってる、降りた方がいい、大丈夫かな、これ。こっちでいいの。あ、びっくりマークが出てるから多分こっちじゃないですか。こっちいいのかな。あ、すごいな、俺。そこで降りて、降りるよ。あ、ここでね。あ、ここですか。すごいな、俺。で、そのまま、この、こいつから飛び乗ろう。え、飛び乗るの。あれ、江出さんなんかいつの間にか背負ってるじゃないですか。あ、そっか、うん。ずっと背負ってるよ。あ、乗れない。あ、俺相変わらずこのポジションだな。乗り換えた時もここでしたし。ちょっと置いていい、ここに。いや、あ、そ、グライダー出せないんだ。うん、一度グライダー出し、あー、相手さんが持ってかれ、あー、あー、引っ込める。持ってかれた。ちょっと待って、ちょっと待って。もうちょい後ろじゃないですか。あ、そこですか、安定の。あ、例のモーションが。あ、じゃあ俺、江田さんのその前の部分にある丸っこいところに乗ってみようかなって今度調整します。やばいんじゃないこれ。これハマったんじゃない。積んだ。それ、今日見ましたよ、動画で。動画で見ましたよ。動画でみんな押せないのこれ。人力でいきますよ。あ、じゃあ俺グライダーでいきますよ。みんな押せ。じゃあ俺グライダーで押せ。あー、取りすぎちゃった。召喚物がハマった時に解除できるショートカットありますよ。あ、なんかありましたよね、そんなのが。なんだっけ、なんちゃらの記憶、違うな。脱出？召喚脱出ですね。攻撃スキルの一番下の方に、スキル通常攻撃スキルの一番下のところです。召喚。あ、なんか俺乗っ取っちゃいましたよ。大丈夫。ピクピクしてるよ。荒ぶってますね、元気いいようで。おー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 、出てきた出てきた。オッケー、乗ろう。ちょっと待って、じゃあグライダーで乗るか。あ、ミスった。あー、馬で乗る。あらららら、よいしょー、乗れたー。あ、エゼさんポジション乗っちゃった。オッケー。おやったね、真ん中。よし。あ、ここなんか落ちそう、怖い。違うとこ。全速前進だー。馬落ちる。馬は。オッケー。これ、俺のポジション相当邪魔ですよ、これ。エゼさんのポジション前が見えないという感じですね。偉いとこ乗ったら。偉いとこ乗ったら。前見えるぞ。BS 視点にしたら絶対見えないですよ。俺のまた下からこうちょっと覗き込まないと。エテがいつも座ってるとこでも前見えねえって言われたから。あ、じゃあここ2人で乗りましょうよ、ここ。はい、先頭に。先頭に。先頭に2人乗って壁作る。これマリアノーブル？え、マリなんですね。マリアノーブルですよ、ここ。え、町ですか、それとも。町、うん。結構でかい町ですよ、ここ。推しとかなんかで。うん。ね、ベリカみたいなもんですよ、ベリカ。あれ、マリアノーブルも確か地下で。何？ベリーやったんじゃないか。何？地下クエスト？あの、ダンジョンみたいな。なんか絶対レベル高そうなやつですね。高いと思う。初めて約3日ほどの俺に大丈夫なんだろうかって。俺スキル割り振りもちょっとあやふやですもん。パスは1個しかやってないし。連携で組み合わせないとスキル。いいね。ここ？まだ行くのかな？うん、金貨商人のところ。金貨、あ、はい。次のマップ行くよ、だって。ちょっとこれ、しゃがんだって、しゃがんだらカクカクしちゃうからな。やっぱ、エテさん前に乗るべきですよ、これ。あの、これ何に乗るか試したいですよね、これ。これ、ほんと何、何に乗れるんだろうね、これ。ねちょっと。すごい。ね、ふわふわ浮いてました、今、エテさんが。空中浮遊。あぶね、落ちる。え、それって、どこまで持っていくんですか？
こまで持ってくの？海渡るよ、海。うん。海。最後の方のやつに乗る。それとも、一回荷物下ろして乗るんですか？船に乗り換えるんです。あ、そうですね。やべ、なんか、やっとここに来てアンケージっぽいことしてるわ。ずっと今までクエストばっかりだったからな。あとは戦闘かなんかやね。そう、あとほんとダンジョンとかやりまくって、このトラクターに何人乗れるかとかやって。現に2人か3人ぐらいじゃ乗ったんですけど。私、なんですけど、後ろでグループジャンプで。ガイガチ頑張れば乗れたでしょ、だってこれ。3人は余裕ですよ、余裕。あ、でも俺、後で乗れるか確かめますよ。うまくライオンかなと。これ、一回召喚したらどうなんだろう。あ、邪魔やし、落ちたし。邪魔やし、落ちたし。ロバやったら乗れるんじゃないか。ロバ。あ、これでよしょ。あー、取れた。あ、乗れた。邪魔。もう分かるわ、なんか。800円か700円くらいで売ってますよ。どうすか。あ、ライオンの宣伝ですよ。ほら、ちょっとずつ加えて詰まってますよ。ほら、どうすか、どうすか。威嚇してる。例えば、東大陸にそのライオンと似たようなものは安く売ってますね。あ、それって買えないの？東大陸のやつ。あ、なんやったっけな。馬を育てるクエストと同じような感じで手に入りますよ。そのさ、敵国のやつって使えるの？どうでしょうね。なんかフェレが乗ってるやつとかさ。あ、欲しいじゃん。うん。でも実際東大陸で、あ、ジレット99の、あの、何でしたっけ、上位版の馬、あの、重金で買えるやつは、向こうでも使えますよ。ただ、それ以外知りませんけど。エデさんがすごい低い回答だ、今。やばいよ。なんか、めり込んで。ちょ、タイヤに絡まってるよ。あ、あっちょ、あっちょ、タイヤに絡まってるよ、すごい勢いで。おぉ。でも、置物みたいになってるから、もう。高速回答、おぉ。おかしいって位置がもうか偶然できちゃったパターンですよ。もうハマってる。いや、いい感じでしてくれって言ってこの子が離れないんですよ。ちょっと育休すれちゃうんじゃないですかね、これ。ずるずるやね、もう。いや、もうずるどころがもう無理やりますあ、いい感じにフィットするわーって言ってそうですよ。やばいな、これ。なんかある意味これ変数者として通報のスキル使えたね。自分でちょっと驚いてますよ。これ何ができたみたいなね。ぐるぐるなってるもんだって。あ、俺ぐるぐるしてるの俺なんですよね。これなんてこうやってやってね。もう完璧じゃん、そこ。おお、抜けれないの？いや、抜けますよ。抜けますけど、あえてこうしますあえてね。レベルここまで来たことないや、まだ。コロッセウムってのがある。まあ、レベル29とかもう俺死ぬ場所なんですよ。敵？うん、そこにいるライオンちゃんが。まあ、ほんとだ。もうエテより1高くなってきてる、ここら辺から。もうダメだね、パーゼルさんダメだね。俺もダメですよ。うん、神町も速攻上食われるよ。え、エンズさん、なんか俺裁判かけられてますよ。どういうことですか？どういうことですか、エンズさん。俺裁判かけられてますよ。どういうことですか？パーゼルの裁判を始めます。証拠あるのか、証拠は証拠あるのかでかくね、何の罪なんだよ、これ。お肉がすれちゃってるんですよ、みたいな。今現在、ケンブルちゃん。この子がね、ちょっと、このポジションがいいって言って離れないんですよ。そういうことなんで、許してもらえませんかね。無罪あ、よかった、ありがとうございます。てっきり死刑かと思ったの。いや、死刑されたら困るよ、俺。死刑かと思った。ダメだ、ここで死刑やったら、先頭さんがもう初心者から扱いされちゃうから。マーケージに死刑ありました。こっちか、こっちに行くんだ。あ、降ろされた。あ、やっぱり死刑だった。あ、これ待ってください。だけど早いよね、そのライオン。ほんと、うん、あ、もうすごいポジションになっちゃったな、まだ。なんか俺飛び乗ると天才になったかもしれない。うまい。意外とほんとむずいからね、これ。なんかこれ結構、あ、またこのポジションに降ろされちゃったな。ピーターやわ、ピーターのチーター、だからピーターだ。あ、タイミング合わせればこれ普通の罠もジャンプできますよ、これ。タイミング早いと壁にちょっと積んじゃって、こうガタガタっていっちゃって。さあ、髪はしくるんだ。あー、落とされた。とう、お前正面の方から乗りやすいっていうね。ちょっと馬、あれ、これピョーンって止まってる状態でも、あれ、うまくいかなかった。タイミングが出た。あー、なんかすごいポジションいっちゃった。あー落ちた、あれ、どういった、あれ、これ落ちちゃったかな、俺。これ何かい。トラクターを邪魔するかい。ガンタンクの上にいろんなものが乗っけられてるっていうね。乗れない。はたから見たら完全なる迷惑行為だな。あ、見えないか、これ肉見えるんじゃないですか、これで。あ、見えないか。肉球？見えそうで見えないですね、これ。どうですか？あ、見える。黒いやつ。あ、落っこちゃった。黒点。あ、また、なんか、このポジションでも多分見えると思うんですね。あ、落とされた。乗った。乗った。ここチャンス。乗せない。ドキ。あれですよ、コントロールキーと、ケーキかなんかで、あ、違う。FK かなんかでフレンドリーファイヤー的なモードがありますよ、TK モードが。なんか俺もこのポジションなのに手になってたかもしれない。船がついた。で、ここでこれを持つんですかね。ハープーンという名のイージス艦はこちらですか。いけ、これ持つ F よし。あ、F、あれ乗っちゃった。あー、ちょ
取れない。間違って乗っちゃった。あ、アイテムに近づいて右クリックで簡単に取れますよ。あ、オッケー、オッケー。あら、これすごいの裁判しないで。窃盗、窃盗。乗ろうとするとさ、乗ろう、取ろうとすると乗っちゃうんだよこれ。窃盗だ。盗難、盗難。あ、今の俺の窃盗率125なんですよね。あの財布のあれ知らないうちに開けて、知らないっていうかどういうものなのか知らなくて開けまくってたら、うん、え犯罪の窃盗のやつがすごい上がってるんですよ。何それ、何それ。確かあのハテナマークのアイコンであるじゃないですか、ね、うん、うん、財布ガンガン開いてるよあれ。え、それでそれやるとあの窃盗増えるんですよ。あの何それ、これお子さんダメじゃんそれ。俺一回あのなんだっけな、胡椒とかああいう生えてるやつとかなんかを取るとダメとか思ってたんですけど、うん、それじゃなくてあの財布のやつを開けると増えるんですよ。あ、そうなんだ。俺の知らんかった。そうなります。犯罪地じゃないから大丈夫だって。あ、じゃあいい、セーフ、犯罪地じゃないんだって。あ、そうなんですか。なんか、なんか本当に、本当に やったの。あ、パーゼさん何やったん。間違って俺パーゼさん何やったん。いや、あの、どこかの知らぬ人の植木かなんかを繰り返したような記憶だったって。引っこ抜いた。前書いてなかったと思うんですけど、あれ、パンみたいに自然界にあるようなやつっていうことで大丈夫なんだよね、あれ。あの、名前が書いてないやつ。